はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日11月23日ですね。よろしくお願いします。ユーティリティ確認していきましょう。無料の総重量ブースター、ほいじゃ始まっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ポキってデイリー確認していきましょう。って霧がすげえな。はい、ですね、フローターを倒す3、オイルを含むジャンク解体する、グールの足に重傷を負わせるシェルターに何かを作成する10、他のプレイヤーのシェルターを訪れる、変異したパブリックイベントを完了する、変異した敵を倒すということですね。はい、今ちょうど左下にね、テスト用メタル発生しております。テスト用メタルに参加していきましょう。ちょっと起きて、またちょっとなんかクラシカルな格好になってますね。ちょっと服装戻しました、昔に。ほいじゃあまあ、パブリックイベント参加していきまーす。はい、変異した敵を倒す10、達成でーす。変異したパブリックイベントも完了しました。まあ、回収して次の目的地に行きましょう。はい、そのまま荷物抱えたまま、ウィラーズコーポレートハウジングの方まで来ました。このままフローター買ってきちゃいましょう。奥に2体見えるね。おい、はい、フローターを倒す3、達成です。じゃあ次の目的地行きましょう。はい、前回パートも来たけどクラークスパーグ来ました。ここでグールの足をちょっとね、やっていきましょう。はい、グールの足に重傷を負わせる、達成です。じゃあ残すはもう自宅で終わるのかな。はい、あ、他のプレイヤーのシェルターに訪れるってのありますね。ちょうど亀井さんのとこがあるんで、亀井さんのところをシェルターちょっと行ってみましょう。はい、亀井さんの宅到着なんですが、どこにシェルターの入り口があるのでしょう。結構そのシェルターの入り口探すのが結構大変だったりするよね。あ、あったあったあった。じゃあ行きましょう。はい、これで達成になります。はい、他のプレイヤーのシェルターに訪れる、達成です。あとは自宅に帰りましょう。はい、シェルターに帰ってきました。じゃあまず分解からやっていきましょう。オイルを含むジャンクを分解するということなんですけど、手荷物入れて、あとオイル系って言うとさっきのフローターのこれがね、オイルなんだよね。はい、オイルを含むジャンク解体する。あとはシェルターの中に作っていきましょう。はい、シェルターの中に何かを作成する、達成です。これで本日のデイリー全て終了ということで、わ、ウィークリーの方は結構残ってるけどね。うん、そうね、ピットミッションもやっていかないといけないね。ほいじゃあまあ今回パートはこんなとこで終わりたいと思います。こうしとこうかな。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。なかなかポーズが決まらなかった。